どうも、はじめです。お疲れ様です。いやー、在宅やってる。皆さん、在宅ワークしてますか？そうですよね、まあ、日本の皆さんもたくさんいろんな方在宅ワークされてると思います。私もね、アメリカで、まあ、会社員やってるんですけれども、最近はね、毎日在宅ワークしております。たまる、フラストレーションたまる。はい、本日は3月の25日、平日ですね、平日の昼です。まあ、今ね、仕事がちょっと一段落して、まあ、ランチタイムなわけでございますよ。なので、まあ、今からね、ちょっと飯でも買いに行こうかなと思ってるわけですが、もう近くのレストランも全部クローズしておりまして、なんかこの厨房を買いに行って、ちょっと待って、ゲットして食べるってなると、ね、やっぱね、結構1時間以上かかっちゃうわけですよ。なので、ちょっとセブンイレブンの方に行ってね、今からランチゲットして食べたいと思います。じゃあ行ってきます。シャオスのムービングワイセブンイレブン来ました。雲がないね、今日はハンバーガーかな。ハンバーガーと、いや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 、買ってきました。今日はセブンイレブンね。てか見た、レジんとこすごくない？カーテン引いてたよね。あれ効果あんのかなって思うけど、まあまあ、そのフィジカル的にね、遮断できるんで、まあいいのかなと。なんか全店舗やってるわけじゃなくて、あそこのセブンイレブンが、まあ個人的にというか、そこ、まあ自らそういうことをやってるみたいです。まあいろいろありますわな、さあな。はい。というわけで、今回買ってきた、ランチ。クォーターパンアンガスビーフチーズバーガーと、ホームメイドブレッドチキンサンドイッチです。ね、いや、うまそうじゃないですか。このなんか、初めて言うね、この感じ。だまあ、ここが変わってるだけなんだろうけどね。このパッケージというか、このステッカーがね。いや、悲しいな。このランチめっちゃ悲しい。日本のセブンイレブンの弁当食いて。お値段がですね、まあ、どっちとも同じ値段で2ドル49と。さあ、悲しいランチ食っていこうかな。これチンはされてないのか。そうか、あそこでずっと温めてるんだもんね。ずっと温めてるってやだよね。はい、きたー。おー、いいですねー、この感じ。もう、わかる？このぺっちゃんこね。そしてこの下カッサカサで、上はなんかしっとりしてるみたいだね。いいですねー。これはやっぱね、こういうハンバーガーってのがアメリカって感じ。なんかいつも紹介してるこのでかいジューシーなヒュージバーガーみたいなね。まああれもあれでいいんですけど、これよ、雑な感じ、アメリカだーってね感じるよね。なるほどね。でもね、チーズイ、なんか肉パッサパサ。いやー、残念、非常に残念でございます。これがセブンイレブンのハンバーガー。コメントしづらい、まあ、こんな時はちょっとケチャップとかね、マヨネーズとかつけちゃったりして味変していきましょう。いやー、もうアメリカもですね、結構ずっと4月上旬まではこうやってね、外出禁止令かみたいな感じで皆さんね、在宅を強いられてるといった状況でございます。コメントにもあったんですけど、あと僕の知り合いも言ってたんですけど、なんか車で友達とかな、まあ2人でこうどっか行ってたらしいんですよ。最近もう2日前ぐらいかな。そしたら警察に止められて、なんで外出てんだと。外に出るときは、まあその食材を買いに行くとか、まあ、スーパーに行くとか、
そういうじゃないとダメだぞと、で止められて、今から食材と友達と買い行くんだみたいなこと言ったら、いや それはダメだと、それは一人で行かなきゃいけないからということで400ドル取られたらしいですよ。400ドルでかくないね。ちょっと外に出ただけで友達と400ドル、いやー厳しいですね。厳しい世の中になってきましたね。チキンサンドイッチいただきますね。こっちはうまいでしょう。ちょっとビーフはね流行ったけど、やっぱチキンはねジューシーなんで。おっと焦げてる焦げてる。いやでも焦げの匂いがするんだ。はい、あーなるほどね。全然ジューシーさはないけど、まあまあまあこういうそういうチキンだと思えばパッサパサ。でもね味はしっかりしてるから、こんな時はランチソース。そういえば前回ハンティントンビーチで、あれは3月の21日だったかな、先週の週末か、撮影して、まあアメリカ人こうやって外に出てますよみたいな、ピアにも人いっぱいいますよみたいなね、動画を撮らさせていただいたんですけれども、あのピアも昨日か今日からか封鎖です。まあちょっと異常事態ですよね。なんか最初やっぱ僕も軽く考えてて、まあまあ大したことないでしょみたいな、やっぱ皆さんもそう思ってたと思うんですよ。まさかねここまで広がるとはみたいなね。しかしこうずっと家にいると体がねなまりますよね。もしかしたらねこれ見てる方もずっとね家で仕事されてる方もたくさんいると思うんで、なんかこう自宅でというか、なんかこうストレス発散になるようなことをね、なれば教えてください。特になんか仕事中にエクササイズするのもあれですけど、なんか運動的なことができればななんてね思っております。今外出禁止令が出されてるじゃないですか。やっぱこう人と接触してはいけないと、基本的に6フィート人と離れてなくてはいけないっていうね、そういうルールなんですよ。こうお店に入るのにも入場制限があるんで、すんげえ並ぶんですよね。並ぶけどこうそこも6フィート離れてなくちゃいけないから、なんかすんごい長いラインになってたりね。もうこの前パーってね見に行った時にすげえ並んでるし、もう入れねえからいいやと思って帰ったんですけど、前動画でねこうアメリカ人マスクしないんで逆にしたら よくないですよぐらいのねこと言ったんですけど、その店員さんとかお店で働いてる人は結構マスクしてるの見てたんですけど、なんか普通に歩いてる人でアメリカ人この白人の人がマスクして歩いてたのはちょっとあの衝撃的でした。えっマスクするんだみたいな。ちょっと前までね、なんか日本がすごいわーって騒いでたのに対し、なんか今はこうアメリカというか世界がこうガッと騒ぎ出して、でね今日本の皆さんなんかちょっとこう落ち着いてきたなみたいな、なんか雰囲気を、外から見てると感じるんですけれども、皆さんね窮屈な生活を強いられてると思いますが、みんなで頑張っていきましょう。いやー素敵なランチでした。ありがとうございます。いや皆さんね、こんな状況、どうですか、いかがお過ごしですかというわけで、まあ、いろいろね世界が変わってきている状態でございます。ただ、皆さんね、負けずに頑張っていこうという動画でした本日は。はい、すいません、なんか飯を食いながらねいろいろだらだらと話してしまいました。まあこれからねどうなっていくか、私にもわからないし皆さんもねわからないと思いますが、状況に合わせて、うまく楽しく過ごしていきましょう。僕からやることはそれぐらいです。ただ一つだけ言わせてください。トイレットペーパーがなくなりました。
Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. ケツが吹けない。どこにも売ってない。みんなどうしてる？